行政が担う仕事の内容や地域住民との関わりについて知ってもらおうと、西区の観音中学校で出前教室が開かれました。これは地域住民で構成される行政相談委員が毎年行っているもので、この日観音中学校の3年生213人が参加しました。生まれてから関わりのある日々の生活と関わりのある行政をご紹介して、特に最近選挙の問題ももちろんありますし、から災害の問題がありますので、ね、そういったことをお話して参考にしてもらえばいいと思うと、行政っていうのはどういうものであるか、それから我々が相談を受けている、委員を受けている我々委員がどういう活動をしているか、どういう時に相談をしていただいたらいいかっていうのをですね、分かっていただければそれでいいと思うんですね。総務省中国四国管区行政評価局行政相談課の西尾翔子さんが行政の仕組みについて説明しました。あと市町村が管理している道もあってというふうに、道路だけじゃなくていろいろな仕事をこういうふうに、いろいろな行政機関で、役割分担をしてやっています。続いて行政相談委員が道路行政を例に挙げて、国道、県道、市道があるようにそれぞれに役割分担があることを生徒たちに伝えていました。行政相談員の畑さんは、行政相談の中には税金や災害のこと以外にも道路の状況を改善してほしいという内容など、さまざまな相談や意見が寄せられてきますと話すと、生徒たちは相談の内容や種類の多さに関心を寄せていました。最後に、皆さんが生活する中で気づいたことや感じることがあるときはいつでも相談してください、皆さんの意見や要望で観音地区をより良くしていきましょうと生徒たちに伝えました。話を実際に聞いてみて、普段この道路とかその身近なことに関して、関わっているっていうことがよく分かりました。他のいろんな環境であったりとか、その他のいろんなことにも、相談に乗ってくれるということに、驚きを感じました。もう行政っていうものは私はあまり関わりのないものかと思っていたんですけど、本当は、結構なんかそういう道路とかの整備や、もう学校や衛生面の整備なども行っていることにもびっくりしたし、私たちの見えないところでそういうふうに働いてくださっていることが、安心を持てる一つでもあるし、すごい私もそういう仕事に携わりたいなと思いました。小太鼓や大太鼓、会場中に太鼓の音を鳴り響かせているのは吉和中学校の生徒たちです。9月16日、廿日市市吉和の魅惑の里で、吉和中学校の生徒10人が吉和の魅力を伝えようと山彦太鼓の演奏を披露しました。山彦太鼓は1980年、昭和55年より吉和中学校の生徒と吉和小学校の児童で構成され、演奏活動を行ってきました。生徒たちはこれまで地元の敬老会と文化祭で演奏を披露してきましたが、吉和地域以外の人たちにも山彦太鼓を聴いてもらいたいという思いで、初めて吉和地域以外の人たちに向けた演奏に挑みました。練習を頑張ってきた太鼓なので、そういうところと、動作を、大きくすることを練習の時に、頑張ってきたので、そこのところを見てほしいなと思います。生徒たちは八郎杉と勢ぞろいの2曲を披露しました。来場者たちは、生徒たちが心を一つにして叩く太鼓の音色に聞き入っていました。
自分たちの思いが伝われば嬉しいなと思って叩きました。いろんな人にこの太鼓を知ってもらえたら嬉しいです。知ってる人以外に知ってもらえたので、なんか楽しかったっていうか嬉しかったです。とりあえず自分が楽しんだらその雰囲気が伝わるかなと思うので、とりあえず自分自身楽しもうとやってやりました。いや、迫力のあるいい響きだったと思います。地域を挙げてそうやって自分の地域をアピールするっていう、子どもたちがするっていうのは素晴らしいことだなと思いました。またそういう意味で魅力が広がったかなと思っています。企業や個人などが加工食品やアクセサリーなどの試作品を販売するイベントが広島市中区神谷町で開かれました。会場となったイノベーションハブ広島キャンプスは、新たなビジネスにチャレンジする人が集まり、商品のアイデアなどを創出する県が開設した交流拠点です。キャンプスチャレンジマルシェは県が初めて企画し、これから新商品を出そうと目指している20の業者が入れ替わりで出店。この日は3つの業者が試作品を販売しました。この神谷町というピッチでキャンプスを通じてチャレンジする人を応援する新しい形のマルシェとなっております。チャレンジする方々がこういうふうに集まって、で消費者の方のニーズだったり、あと意見を取り入れて商品が改善されたり市場に出ていく、そういったところを目指しております。世羅町の協同組合夢高原市場からは、世羅町産の梨やブドウを使ったグラノーラを販売しました。セラの特産であるお米とフルーツを使ったグラノーラで朝食とかおやつに食べていただけたらなと思って作っております。一度食べたらちょっとやみつきになるような味わいになっております。ドライフルーツの味がとてもしっかりしていて食べやすくて美味しいです。廿日市の豆菓子メーカー石川は、いった大豆で作ったノンカフェインのソイコーヒーを販売しました。コーヒーという名はついてるんですが、皆さんのよく知ってるコーヒー豆は全く使用していません。大豆しか使っていないので、ノンカフェインであることはもちろんですが、苦味もあるんですが、後味はいったきな粉のような独特の風合いというか、豆の香りがすごくする商品になってます。風味は普通のものより香ばしい気がします。豆乳とかよりも飲みやすいので、大豆が嫌いな人でも気にせず飲める美味しいコーヒーだと思います。出店したスタッフらはマルシェに訪れた人に試食を勧め、感想を聞いて商品改良に生かします。そうですね、ちょっと皆さんのご意見次第っていう感じですけれども、もっともっとこう多くの方に飲んでいただいて意見を集めれたらなと思っています。今後も、作り手と買い手が巡り合って、そしてたくさんの商品が生まれ羽ばたいていく、そういった場所を目指していきますので、まだこれからまだまだ先あります。ぜひ皆さんお越しください。